韓国から指名手配されてるただ一人の政治家、日本国民党を代表、前葛飾区議の鈴木伸之です。えっと、時間何時だ今。もう11時なんですね。もうね、朝早起きだから寝るんだけど、まあ寝る前に、今日は外線してないんでね、えー、せめて動画発信だけでもしようかなと思いましてね。 今日ねこ、こういうもんもらった、警察通信っていうね、新聞があるんですよ。警察、消防ね。で、もちろん警視庁の中にあって、こんなね、警察の大変ですよ。人事異動の時、これ大変だね。新しい警視副,副総監、女性だったんですね。ねえーね。皆さん偉い。県警本部長とかね。韓、うん、四国局長とかね。 九州局長。うん。これっすね。みんなこういうのか。すごい組織だね。ええー。まあ、ええー、こういうのもある。たまにこれもらうんですけどね。えー、ええー、っとね、今日はね、まあ、昨日野村先生のね、えー、本当は今日がう亡くなった日で、 30年前ね、えー、野村先生のね、ブログにも書きました。えー、まあ、僕のなりのいろんな思いというのはね、書いたんですけど、今日、うちょっとツイストした中でね、まあ、イスラエル大使館に中核派の人が抗議に行って逮捕されたと。まあ、 えー、立場が鮮明に分かっていいよね。えーまあ、イスラエル、アメリカ帝国主義にと戦いを挑むねで。パレスチナの連帯を訴えている、まあ。日本赤軍はロッド空港で、えー、無差別殺人銃乱射というのをやりましたからね。えーまあ、そういう意味では、うん、その時代からそのこの構図は変わってない。 うんまあ、えー、僕はさ、もともとはこれね、えー、イスラエルがあそこに、えー、エルサウルの周、えールも、まあり、イギリスがね、約束したんだろうけど、えー、いきなり入ってきて2000年前のことなんか知ったことないよね、えー、パレスチナの家に入ってきて。 占領した侵略者ですよただこれウクライナも同じでね、えー、国連加盟国じゃあ日本は、うん、戦勝国連合国、うん、のね肩、えー、を持つのかってなるけど、うん、今の世界秩序の中では、うん、その国連加盟国とに対して、えー、無差別殺人、えー、拉致を仕掛けたさ うん、これはロシアも批判されるべきだし、ハ、えー、マスはもっとだよね、えー、大量殺害、えー、そして、えー、拉致事件を起こしてる。ねうん、これに対して、あのーうん、支持するようなことだったら、北朝鮮が同じことしたら、えー、じゃあ日本は支持するのか、拉致を容認するのかと、ね、韓国に、えー、攻撃しかけても、 認められるのかと。そういうことになっちゃうね。だから、えー、ハマスの、おまあ続きハマスイコールパレスチナとは思ってないんですよ。で、だってガザには今攻撃かけようとしてるけど、じゃあ、えー、他の地域にね、えー、パレスチナに対してのお攻撃してるわけじゃないしね。 えー、イスラエルにしてみたらこれでやらなければ自分たちの生存が脅かされるわけでねあそこにいるということは絶えず、えー、双方に戦乱があってそして何、うん、といっても、えー、平和をもたらそうとすると、えー、平和を望まない人たちが、えー、また、えー、無差別殺人を繰り返す。 といううそういう複雑に絡み合ったさ、えー、構図があって平和な日本にいたらこれはなかなか理解できない、えー、ことですよ。ね。そ、えー、れ人殺すのは良くないし。えー、じゃあ最初に今回の仕掛けた、えー、ハマスはどうなんだということだよね。イスラエルばっかり批判されてるけれども。 じゃあイスラエルはやられっぱなしで、えー、国民を拉致されてもじゃあそれに対して、えー、救出も反撃もしなければ今のイスラエル政権は吹っ飛んじゃいますよでイスラエルの人たちはそんなのは許さないしねえー、まあこういうことで、えー、もね、えー、いやもともとの侵略者はイスラエルですよ でも今回のハマスとのことでは、えー、イスラエルが攻撃することそれストップをみんなかけに行くっていうのはさ、えー、一つの正義だけども、えー、イスラエルはそれじゃ止まらないよね、国民の拉致、そして、えー、次の攻撃に対する、ね、抑止っていうのがあるわけですから、えー、鈴木は。 えー、そういう意味ではさ、えーえー、こういう話は曖昧にしとく方がいいんだろうけれども、曖昧にできないのが、えー、鈴木なんだよね。で、えー、今日あとはなかったかな。えー、ニュース。今日のニュース何かあったかな。所得減税とかね、意外にしろだよね。本当に あ、新聞持ってくれはったな。新聞持ってきてないからね。うん。新聞を持ってきてないんで、ちょっと。えー。 なんか、撮影事件多いよね。うーんと、なんか、それが目につくっつうのかな。えー、もうちょっとなんか、こう、楽しい話題ってないやね。まだ、あ、あの、 面白くない日本を面白くしていこうと思ってますんで、えー、神奈川にね、えー、近,い近いうち、ま、11月になってからかな、藤、え、沢、ー、北警察の、えー、ワンちゃん行方不明事件、えー、またワンちゃん、えー、死亡事件つな、あれに対して、凱、えー、戦者は今、 持っていこうかとと現地とも話し合ってるんですけどねもちろんこれはね裁判になりますからねまあそういうことも含めてねえー、年末にかけて、えー、面白いワカワカするようなね、えー、日本を作っていこうと鈴木は思ってます、えー、この週末もね新小屋とか行きますけど月曜日は、えー、あっちに 金町行きますしね、街、え、頭、ー、宣伝はやっていますけど、えー、そういう中でね、えー、ワクワクする、楽しい、えー、日本をお作っていかないとね、だって、なんつったって、うん、経済的にはね、これから窮地来ますからね、えー、日本経済、えー、日本経済だけじゃなくてね、えー、非常に厳しい局面来るんでね。 えー、そのことをまた配信していきます。